なるべく上からの方。あ、まあそうだね。こいつ、はい、ということで今回は今止水に向かっております。やっぱそうですね、はい、今の時期はそういうこと。もうね、今4月もう後半になってきてるんで、はい、おそらく両生類の方がねもう目覚めてるんじゃないかということで、まあ春といえば両生類の繁殖期みたいなことありますからね。そういうこと。真っ暗の山の中の池行けば、はい、さすがに誰かいるんじゃないかということでね。そうだね、ちょっとガチャ感覚でね、そういうこと。ちょっと遠目のね今池を目指してますんでやっていきたいと思います。さあ到着しましたよ。はい、僕らのねえりすぐりのポイントを見つけましたんでね、はい、ここにはね両生類いるんじゃないですか。いろんな種類の。いや多分、しかもねチラッと鳴いてたっぽいわ。そうだね、ほらほら、シュレかな、モリオかな、どっちもいるな。うん、うわ暑っ。やった、この季節、この季節よ。来たよ、どうぞ。4月ってえぐい。お、これです。うわ、これです。ほら、いい池、いい池だね。池池てる池、池てる池だね。てか待ってください、いきなりあるじゃないですか。乱浪が。マジか。はい、これはまあご存知ですね、黒山椒ですね。はい、やっぱりありますよ、この乳白色の乱浪。これはめちゃめちゃ特徴的ですもんね、他の山椒の卵に比べて。さあ生態はいるでしょうか。いる。なんかちょっと動いてる気すんな。ちょっといきなりいる感じ。いや、あるぞ。あるよね、やっぱね。黒山椒ってね個体数まあちょっと多い方ではありますね、山椒の中だとね。まあただね、その止水環境が減ってこの止水に集まっちゃってるってだけかもしれないですけどね。さあさあ、こういうところから見ていきましょうよ。見事。いや、もうあるぞマジで。全然あるよ。うわ、綺麗。綺麗。何これ、綺麗すぎないか。いやいや、これもうプールだろ。でも俺んちの風呂より綺麗だぜ。うわ、ほんと。お前汚いもんな、お前んちの風呂。見たことねえだろ。嘘だし。ちょっとさ、確かにあんまもうね、荒らす前にちょっと見ようか。いや、そうだね、うん、上から見た方がいいかもね。確かに。お、え、ほら、え、これはどっちだ。え、イモリンチョウ。ちょっと待って、全然見えてない。全然見えてない。あー、うねうねしてて、どっち前、どっち前、どっち。いや、でも尻尾的に赤原、赤原っぽい。きたー、赤原だ。赤原か、赤原イモリだ。もうピロガステルかな。ピロガステルだと思う。見てみよう、見てみようか。あー、ビロガステルだ。ビロガステルっていう。ビロガステルっていうな。赤原イモリですね。そうですね。はい、見てください、このオレンジ色の真っ赤なお腹。これ、かわいそう。大丈夫。なんかちょっとさ、活性ってまだあれか。ああ、そう、ちょっと少し優しく扱ってくんね。ああ、そうね。いや、お腹だけ見せたくて。うん、あ、ほら、婚姻色出てるわ。ああ、出てるね、尻尾のね、うん。ということはオスですね。まあ、山椒と同じ仲間の遊尾目に分類されます。山椒と一番異なる点といえば皮膚がザラザラしていることですね。山椒はまあヌメヌメしているというか、共通点としては再生能力ですね。手足、そういうところをね、再生できるんでね、骨まで再生できるんでね、カナヘビの尻尾切りとかよりも優れてます。そう、いや、もういいですよ。やった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 。いや、マジでありがてー、ありがてー。しかも活性まだあれ美味しそうな。そうだよね、あ、全然だろうな、多分。ちょっとなるべく上からの方。あ、まあそうだね。こいつ、でかくない。え、待って、こいつ黒さんじゃない。黒さんどれどれどれ、待って、黒さんだ、黒さん。そうだぞ。うわ、キノボ邪魔だな。ヒノビウス、ニグレスケンスじゃない。ニグレスケンスっぽい。ここら辺。あ、そうあ、いてやばい、言わなくて、やばい、ちょっと、ちょい待って、やらかして取れちょっと、ここら辺だな。うわ、ごめん、どうだ、ちょっと優しくな。いや、やってるって、これは。待って、ちょっと待って、ごめん、もう待って、ごめん、何してんのよ。首、いや、ちょっと、あんま、かわいそうだって。あ、まあ、そう、適当にやんな。あ、確かに。いや、やめよ、ちょっと。あ、無理か。無理だ。うん。そう、でかかったなー。うわー、まあ、黒山椒はでかいですからね。まあ、そうね。大台ヶ原よりかはでかくないぐらいかな。あ、そう、大きさで言うと。まあ、イモリとはね、結構見分けがつくぐらいでかい。そうだね。ちょっとね、あんまり荒らしたくないし、個体を傷つけたくないんでね。ちょっと一発逃げられたらもうやめますって。あ、そうね。ほら、あそこにありますからね。確かに。乱王がね。アケビのような形をしてて、乳白色の色ですね。あるってお、待って、ここにもいるやん。これ、これ明らかやろ。絶対取れ、命がけで取れ。イモリじゃないね。おらら、逃げろ。ちょっと、ダメ、今のでダメ。これはやってますって、ダコさん。うわ、ダメだ。くっしょ、お前。あ、痛い。あ、やばい、幻覚か。あれ、
おい、出て出て、上げろ上げろ上げろ、そっとな、そっとな、水辺近くでな。いや、嬉しい嬉しい、黒山椒ですよ。さっきも言いましたけど、ヌビウスニグレスケンスですね。ニグレスケンスだね。よし、いや、来ましたよ。はい、来ましたね、ニグレスケンスさんですね。大きい、もう尻尾が長いのが特徴ですね。黒みがかったっていう意味ですね、このニグレスケンスはね。で、指目山椒か山椒属ですね。で、まあ、長野から青森にかけて生息してますね。繁殖期は2月から7月、まあ、青森から長野ってかけてね、分布域が広いんで、繁殖期も2月から7月だと結構広いって感じですね。そういうこと。黒っぽいですね、なんか単純的にね黒か、さすがにね。大きいですね、やっぱり。この6畳と言われるね、この体側にシワがあるんですけど、それは11本ですね、基本的に。あ、この6畳っていうのは山椒特有のものなんでね、まあ、ちょっと他にあるかもしれないですけど、まあ、6畳といえばほとんど山椒です。まあ、あと除骨歯列とか言いますね、それも山椒音ですね。なんか分で出てきてある。まあ、上から見ると赤原っぽいですけどね確かに、うん、まあ、でも尻尾は確かにちょっと長い気がする。何がある、何があるだ、これタコか。場所的に山赤だろ。いや、まあ山赤もある、全然。場所的に山赤の方が濃厚なんじゃない。いや、タコ、いや、タコもあるよ、全然。タコある、もうちょい渓流なんじゃない。いや、でも全然湿水でも卵産んだりするから。どっちだこれ、ちょっとこっち頼む。おろろろろろ、どっちだこれ。ちょっとお腹見せてもらいますよ。ちょっとね、正直赤ガエルかはね、細いなー。ちょっとね、顎だけちょっと見せてもらうか。ちょっとごめんね、顎見えますかね。山赤ガエルですね。山赤ガエルですか。山赤か、やはり。もうでも繁殖期は終わってますから。なあ、オルナティベントリスです、ね、オルナティベントリスになります、うん、このね、顎の模様が、日本赤ガエルは顎に模様がないんですけど、山赤ガエルは顎にこうやって黒っぽい模様がありますね。ちょっと話してあげて。話してあげようか。よし、ちっちゃいなー、もう細い。多分こっからまずどんどん食べるだろうね。なるほどね。越冬明けか、うん、冬眠明けというか。繁殖期のカエルってね、空腹な個体が多いらしい。なんか空腹であるとね、なんか卵巣とか精巣が広がるらしいですよ。あー、確かにあるかもね、それね。そういうことでわざと空腹にしてとかいう説がありますね。わー、頭いい俺でも思いつかないよ、そんな。なんかの論文に書いてあった。美しいねちょっとじっとしててね。あら、かわいい黒山椒ですね。指目山椒目山椒科。ちげえよ、指目山椒か山椒属で。びっくりした俺、何言ってんだよ。潜っちゃった。そっとしときます。良好な環境ですね、本当に。こういう環境がね、減りつつあるんですよね、やっぱり時代とともにね。この池にはね、まあ、過去の動画で上げてるんですけど、個体数は多いんですよ、黒山椒の。ただね、その止水が少ないから集まっちゃってるだけって説がありますね。そこは要注意ですね。たくさんいるから個体数が多いっていうのはちょっと早とちりかもしれないです。そうね、追い込まれてるって言い方かもね。その通りです。あー、水カマキリだ。お前の大好きだ。俺の大好きだ、水カマキリだびっくりした、何がいたの水カマキリですよ。黄色っぽいか。いやー、まあ多分個体数かな、うん、タイコウチの仲間なんですよね。まあ、そうね、コウイムシ科とタイコウチ科がありましたね。コウイムシ科はコウイムシとタガメで、タイコウチ科はタイコウシと水カマキリとかね。オスが背中に卵を背負うかとか、あと呼吸科の長さで変わってきますね。結構驚いたけどな俺。だからね、そのね、似てるからっていうところでね、判断つかないのが分類学なんですよ。いやー、そうだね。カマキリとは全く関係、修練進化ですね。そうですね、形が似てるってだけで全く同じ仲間でも何でもないっていう、ね、水の違いでね、大きく違いますからね、カマキリと水カマキリでも、ね、そう。例えばモグラとフクロモグラとかも全然違いますから。モグラはシムモチョウ目で、フクロモグラはフクロモグラ目なんで、だいぶ違うんですよ。ああ、まあわかんないよね、多分ね。ちょっと隣にね、また池があるんで、そっち移動しましょうか。ああ、そうね。さあ、隣の池にやってきました。こっちはちょっと水が少ないけれど、こっちにもやっぱ生息してるのかな。卵はないか。卵全部終わった卵じゃん。あ、これ終わった卵か。うん、あ、終わった卵だ。終わってるわ。そういうことか。ほら、ここにもいる。あ、いる。あ、ほんとほんとほんと。あ、くそ。かなりかわいい。ちょっと黒っぽいね。ちょっと黒っぽいね。オッケー。オッケー。あ、ほらほら、見る。あ、しかもこれ、うわ、これ抱えてるかもね。抱えてるかも。お卵を抱えてるかも。かっこいい。いやー、すごいな、これ。うわ、でっか。でけえな。今までで一番だな。確かに。おすげえな。いや、これそうね、お腹抱えてる可能性あるから、ね、そうだね、あんまり、ちょっと、ケースちょっと見ようか、ケースちょっと見る。で
デブでかいなうーわ、まさにこれがザ・クロサンショウって感じだね。そうですね、これオスなんじゃないかな。うん、ちょっとオスな感じがしますけど。あ、そうね、美しゅうございまする。美しゅうな。あ、俺すごいヒレ状になってる。いや、なってん ね、 ね。シュレーゲルか、さっきから泣いてんの。まあ、ぽいね。ちょっと見たいな、シュレーみたいな。シュレー埋まってんな、こっちどうせ。だってカエル、はい、カエルはお前が見つけるしかなさそうだ。お前カエル好きだろうが好きと見つけるのは違うよ。確かにレーからしたら結構上級者です。そうだよ、マジで一般市民できないと思うぜ。一般市民っていうのは、一般市民以下のやつが なってカエルの中で、あれ、何、どうしよう、いた、いた、嘘、ガチ、これめくったら、すげえ、マジか、お前、はいや、シレギュラーオガエルですね。あ、シレギュラーオガエルだ、ちっちゃいなちっちゃい、これ残虐されてシュレーゲリーですね。はい、これですね、まあモリアオガエルとの違いはですね、まあいくつかのね点で判断しなければいけませんね。まずこいつ黄色い斑点とか出てる、出てないか、ちょっと微妙に出てないですね。出てないか、はい、黄色い斑点が出てれば間違いなくシュレギュラーオガエル、うん、黒い斑点ならモリアオガエルとかね、うん、あとはモリアオガエルの方が吸盤が大きかったりで、やっぱ一番顕著な差といえば大きさなんですよね。これで全然大人ぐらいのあれなんで、だからね、モリアオガエルは全然でかいですね。なるほど、うん、ありがとうございます。そうなりますね。そう、潜ってたね。ああ、そうね、そっとしようか、うん、おそらくこいつは土の中で鳴いててメスを呼び寄せてましたね。あららら、かわいい。あららら、じっとしてるタイプだ、この子も。じっと、あ、こいつちょっと内気なタイプだ、ね、内気ですか、うん、昔のタコみたいなタイプです。おい、今もですハイタッチとかだな。ハイタッチ、はい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 、もう全然もういじめだよそれも一方的すぎるよ。イエーイ、友達だぜ俺ら、イエーイ。はい、逃げてはい、絶好です、最後もかわいいね。俺も友達になりたいな。無理だよ、性格悪いし、お前。おい、性格だけはいいで売ってんだよ、俺ああ。他何もないけど、ね。他何もないから。それは自分で言うな、かわいそうだ。ああ、本当だよな。いや、お前で言ったの。ごめん。うん、いや、素晴らしいです。素晴らしいっすね。ありがてえ。マジで幸福度レベルをかなり上昇させてくれますから、ね。おお。僕らのね、あの仕事で疲れた、いや、そういうこと。ストレスというか、そう、悩みを全部かき消してくれるのがね、生物なんで、ね。そう。そんな生物に対して悪いことはしちゃいけませんね。そう、なんか持ち帰ったり、バイバイしたり、そう、なんか荒らしたり、食べたり、あ、そういうことしないでね、遠くから見守っていきたいですね。そう、なんなら恩返ししていきたいですね。まあできれば、はい、やっていきたいですね。はい。